侍、恐ろしいことです。どのムクロも血が出ておらんな。何があった？疫病でございます。井戸にムクロがあることを知らず口にしてしまったようですな。むごい死に方だ。埋めてやらねばな。病が広がるのを防ぐには燃やさねば。しかし誰かの足跡を見つけました。どうにか探さねば。任せろ。そやつは急いでここを離れ助けを求めに行ったようです。生きておればクス氏に見せるが、死んでおればムクロを燃やす。父親と赤子が互いに身を寄せ合って。そうに知らせてやるか。向こうから煙が見えました。ありがとうございます。病は抑えられるのか。後ほど井戸を封じて誰も水を飲めないようにいたします。助かりました。
진하루고. 응. 제유학사. 뒤쉐, 야고! 야, 선배. 어이, 너 극장 할까? 야말 내게 말하고. 자, 특히!
Detiente, me voy. Tengue.前、三が見たらしいよ。 あの、足立家の女武者で昔の人物で殺した人。そう、二刀流の大柄な浪人をね。明日、行きたいところがあるんだ。ついてくよ。一人で出歩くのは危ないから。この近くに座ってるだけで気持ちが安らぐ場所だけど、そういうところを無理に。
安らかに。物おじもせず守護したる。大きの餌さえ際を知りけり。何があった？賊に襲われ、食べ物を奪われたのです。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った？北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なのです。約束はできぬ。加減はせんぞ。さあ早く地平堂を入る。さあ加減するんだ。米だ。盗んだものに違いない。よくぞご無事で。取り返したぞ。お米、最後に口にしたのはいつのことだったか。盗まれたのではないのか。どうか、お許しを。たばかったとは。このような時に賊に食わせてどうするのです。それに殺さぬように頼んだはず。致し方なかった。ああ、私のせいで。嘘をつかずともお主を助けておったぞ。これきりにします。信じてください。
何かご入り用でしょうか。いかがでしょう。ではどうかお気をつけください。やつらが対馬に来る前は満月の旅に参った。嫌だな。どうしてこんなことするの。本土に渡る航路を見つけた仲立ちがいるらしい。うまい話があるもんか。でも試す価値はあるだろう。そんなこと言って猛虎に捕まっても知らんぞ。陸にいてもいずれ捕まる。でも安全な航路があったとしてもどうせ大金を。実は念をつけた男にまつわる話を聞いてから怖くて眠れないのです。今はおとぎ話に震えている時ではなかろう、うん、本当の話なんです。あの内常公の長久を守る神だそうですよ。少し休め。俺がその男の正体を突き止めよう。詳しいことは日吉の湯にいる奉仕に。ですがくれぐれも内常公の呪いには用心してください。いざとなれば舌を噛み切ってやる。刀鍛冶をお探しですか。きっとお気に召します。そのたちがお分を運びます。鎧はお体に合ってます。これで安全です。ああ素材を十分にお持ちでないようですね。これ以上は鍛えられないようです。すまない。仕方なかったんだ。恥ろぐら。死ねえさ。よしやる。せっかく。殺してやYou
雅子殿はご子息を連れて大巫女へよくいらっしゃったな。我らが遊ぶ姿を見ながら母上と茶を楽しんでおられた。こちらへ。面白い話を知っておるようだな。アザモで会うとは驚いた。お互い民が求める地へ行くようで、あなた様にも益ある話。行く桃戸瀬の昔か、長尾忠頼公、音に聞こゆる弓取りなり、さとき飛車にて矢先外れず、弓矢八幡の覚え意図めでたく、弓取りに鎧を賜る。軽けれど仇ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、アザモ浦の民を皆殺しにせんとす。民は皆走り散れど、ただより公八幡の鎧をつけ一人で立ち向かう。海賊ども押し寄するに、ただより公を引き固め矢を放てば、およそい殺し、残りし者の刀も鎧を通らず。幾とせの後、ただより公往生のほど、八幡の鎧も消えうせっけり。人の曰く、忠頼公の末裔なる者これを持ち、ただ対馬を守る強者の尋ね来るを待つ。紫の冠という地が忠頼公の言い伝えの中に残されています。そこは阿佐野の北にあり、紫の菊が先になれ、忠頼公もよく参られたとか。猛虎を倒すためならば手段は問わぬ。良い鎧なら手に入れたいものだ。日々亡き鎧にございます。そして紫の冠で今も眠っているはず。
参る。ヨミヒゲツサピございます。安全なところへ。抜かるでないぞ。どうぞお受け取りください。紫の菊だ。この花のことを胞子が話しておったな。冠に続いておるはず。頼りの鎧があるはず。こうだ、まだ新しい。中に何かあるようだ。ただよりの伊織への地図。
ここにも紫を聞く。忠頼の伊織は近いな。険しすぎて登れぬ。別の道があるはず。誰の墓だろうか。時は経ち流れ静まる。忠頼は安き心もて弓引かば数多を射抜く。紫の冠と同じ子を抱いて間もない。長尾家の家紋だ。忠頼の一族。ここで何をしている。即刻立ち去れ。争う気はない。我が名は酒井仁、志村殿の甥だ。嘘をつくな、盗人め。覚悟するがよい。殺したくはない。諦めろ。やっ、負けてなるものか。立ち泥棒がよく戦うな。我が名は楓、忠頼様の末裔です。侍は全て殺されたと聞き、てっきり墓荒らしかと。賊ではないが、ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできればよいのですが、鎧は行方知れずで。探す手立てはないのか。古い書にこんな一文があります。忠頼公はアザモウラを永遠に見守ると。鎧の隠し場所を示しているのでしょう。鎧は千里眼を授けると言われています。どうか忠頼様のようにか弱き民のためお使いください。アザモウラを見守る。村の裏にある山か。
猛虎は私たちをどうするつもりか。やつらの正体はもののけ。対馬に来た狙いも何教えて。みんな飢え死にしちまう。ただよりも勝負しろ。奴ら奉仕を。ハザクチの悪徳な侍。待たせてしまったな。坂井様、よく来てくださった。ただよりの末裔に導かれた。何があった。ただより公の嫡男が書いた巻物を猛虎が見つけてしまったのです。私はその解読のため連れてこられました。鎧は奪われたか。いえ、坂井様が来ると信じ違う場所へ行かせました。賭けに出たのだな。私の勝ちですな。鎧はこの石碑の下にあります。さあ、ご自分で手にしてください。ただよりの石碑だ。ただよりの鎧、絵も言われぬ美しさだ。下がっておれ。もうこは近づかせぬ。
新手が来るぞ。無事か。はい、社会。どうしよう。どうぞ。まさに弓取りのための鎧だ。あなたにお話ししてよかった。さて、そろそろ出立いたします。내게 멋있어, 제요할사. 일찍 오셔야지. 이 뭐야고? 내게 멋있어, 제요할사. 慎重に勝負。ヒューベ！
And have us harp out myself. You go samurai. こちらの精鋭を出せ。